おはようございます。この度札幌の方で集会があるということで、できればお邪魔したかったんですけれども、なかなかこういうコロナという時期がありまして、行きたいんですけども、残念ながら行くことができませんけども、皆様が一生懸命本当にお忙しい中お力を貸してくれて応援してくださっていることをありがたく感謝しております。これからもどうぞよろしくお願いいたします。私は帯広に住んでおります、鳥海と申します。姉と姪と甥が拉致の疑いがあるということで、昭和48年の12月に連絡があったきり、全然いまだに連絡がありません。そして何年か後に拉致のこういう被害者とかそういう方々が出てきて、そのお仲間に入れていただきました。ですけど姉は日本国籍、子供は朝鮮国籍なんですけども、なかなかそこがうまくいかず、でも埼玉の方で何かお聞きしましたら、その動きがあって、拉致問題、拉致被害者というような設定にしていただけるかもわからないということで、私たちも本当に心から願っております。皆様のお力が本当に頼りなんです。どうぞよろしくお願いいたします。総理大臣が今回変わったということで、今まで何回か総理大臣も変わってきましたけども、その度に拉致問題は即解決というような言葉をいつも聞かされてきました。でも岸田さんも言ってました。岸田さん、本当に私たちはもう高齢になってます。一日も早い北朝鮮にいる被害者、そして被害者家族をどうか助けてください。そして一日も早く「ただいま」「おかえり」という言葉を全国の皆さんに聞かせてあげたいんです。そのためには全国の皆さんのお力もお借りしたいんです。本当にどうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。私は、オウム町の海上拉致された神谷圭五郎の三女、北越優子です。父と長男圭五、次男憲人、三男早見君、4人海上拉致されて、何十年も拉致されたなんて思わないでおりまして、おかげさんで特定失踪者の調査会のおかげで拉致被害が判定されました。その後もですね、私はいつまでも今でも4人は一緒にいるっていうことで諦めていません。これからも最後までどんな形でもいいから、自分自身は絶対帰って一緒に暮らしたい。やっぱりね、もう個人で、私は結構きつい女ですから、個人で決意を持ってやっておりましたけど、やっぱり個人ではね、限界があります。やっぱり特定失踪者調査会があって一緒に、助けてくれる方がいましたので。でもこれはね、個人じゃなく国家と国家が責任を持って、日本も本気に国家の予算を作ってですね、
予算を計上して北朝鮮に拉致された私たちの家族を、なんて言うんですよか、戦争のという形じゃなくてね、自衛隊をきちっとした形で救い出してくれないかなって思っております。これはやっぱり政治決着で対応していただきたいと思います。常に首相は最重要課題と言われておりますけども、いつも言葉だけで何の進展もありません。だから私はこれは、政治決着してほしいなと思いまして、予算、国家予算を使ってですね、拉致問題は解決すべきだと思っております。一日も早い解決、やっぱり、国会に送り込んだ議員たちをきちっとそういうことに、力を入れていただかない限りこれは進まないと思いますね。そういう意味では私も今回の選挙ではね、どこの党も拉致問題に関しては政策に載せてませんね。拉致っていう言葉が一つもないんですよね、今回の選挙の政策を読んでいても。それではダメです、これからは、そちらの方の政策課題について党に向かってきちっと運動していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ちょっと体調を崩しておりまして、参加できませんけども、どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。頑張ります。ごめんなさい。斉藤博士の姉です。斉藤由美子と言います。1968年に拉致され、12月の1日に拉致され、もう今もう53年になりますね。まだ未だに全然解決しておりません。もうみんなもう年を取ってみんな亡くなっていくのが人が多いですね。本当にもうこれ以上解決もできないと思います。もう少しちゃんと国もちゃんとしてもらわなくったら困ります。総理大臣に望むことをやっぱり解決しかないですね。直接直談判して向こうに行って金正恩と会ってちゃんとしてほしいです。広志がいなくなったのは昭和43年の12月1日です。友達のどこへ行ってくると言って、夜食事した後に家を出まして、夕食の後家に出まして、それきりです。それから53年経ちます。未だに何の連絡もありません。だけど北朝鮮で見たっていう人もおりますので、北朝鮮にいることは間違いないです。今生きているか死んでいるか分かりません。それも53年経ちますからね。もう国も一生懸命やってくれていると思うんですけど、なかなか進みません。そのままみんな死んでしまうのを待ってるみたいような感じになります、ね。あとはもう何せかせもうみんな亡くなっている人も多いし、いや変な話だけど年でも認知症になってる人もおりますのでね、本当にもうたとえ帰ってきてもそういうことになったら分からないと思いますね。かわいそう、気の毒ですね。私もボケないように一生懸命長生きするように頑張っております。
全国の皆様、今私は札幌におります。だけど どこも今このコロナの時期です、時代です。だからどこも出れません。だから皆さんによろしく、全国の皆さんよろしくお願いいたします。